はい、皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、不安という思考が不安を招く、教室業の先生にとって一番必要なマインドとは、というね、お話をしてみたいと思います。今日は久しぶりにちょっとマインドのお話をねしようかなと思うんですけど、最近ですね、私のねクライアントさんとか、あと新しい方と面談とかをする機会がすごく増えていて、多い時ね1日6人とか8人やるんですよ。でそうすると面白いことに、ある共通の言葉をねよく皆さんが言うことに最近気がついて、でそれは何なのかっていうと、不安っていう言葉とか自信がないっていう言葉をねよく聞くんですよ。でそうなんですかっていうのが、私的にはですよ、そうですかみたいな。不安とか自信がないっていうのはなぜそう思うんだろうみたいなことを私が思うので、だからその思考の違いをお伝えすると、うまくいく秘訣でやって、秘訣としてね捉えてやっていけるんじゃないかなと思って、不安です、自信がないですとかいう言葉を使う方は、ちょっと私のね考え方をちょっと聞いてみてもらって、少しでもね前向きに捉えていくことができれば幸いですというテーマでねお話をしていきたいと思います。まずですね、本題の方に入っていくんですけど、不安っていう思考を持つと、不安っていう気持ちで全て、曇りガラスじゃないですけどね、そういう眼鏡をかけたように、不安な世界が目の前に広がっちゃうんですよ。で不安って思うと、不安な要素ばっかり目につくようになっちゃうんですよ。わかりますかね、この感じ。要は不安ってことはできないかもしれないとか、うまくいかないかもしれない要因の方にすごい目がねフォーカスされちゃうんですよ。結果どうなるかっていうと、その増幅した不安の中で前に進もうとするから、それが的中しちゃうんですよ、うまくいかない世界が。なのでね、不安っていうのは、なぜその言葉を使うかよくわからないんですけど、一番よく言われるのが、うまくいくか不安ですって言うんですよ。これって私営業のね人だったんで、すごい不思議な言葉だなとか思うんですけど、基本の結論から言うと、やってみなければ分かんないっていうのが私の結論なんですよ。だからそこに不安はいらないっていう感じなんですよね。だって不安っていうのは、どうかな、うまくいくかな、いや行くかなじゃなくって、行かせるんですよ。うまくいくのが大前提で、うまくいくために一番最適にうまくいかせる方法はどれなんだろうって探ってチャレンジしてみる。だからそこに不安っていう要素ないんですよ。うまくいくのが当たり前だからです。いや、それでもですよ、それでもうまくいかないことありますよ。でその時にはうまくいかないことが分かっただけなんですよね。じゃあ次回これじゃないやり方すればいいのかっていうことなんです。だから不安を感じて動けない状態よりは、やってみて、あ違うなって分かった、次改善っていうふうにやる方がよほど建設的で早い。でしかも物事をやっていく段において不安を持つと、できてない要素にやっぱ目がいっちゃうんですよ。でそれが的中しちゃう。だから良くないですね。うまくいってることで、うまくいかせようっていう気概で動いてることで、不安要素を打ち消しちゃうみたいなやり方だってあるんですよ。だからまずうまくいくかどうか不安っていう言葉はいらないということです。いや、うまくいかせるんですよ。行くの行くんです。当たり前って思った方がいいです。だから当たり前なのができなかった時に、あれなんで行かなかったんだろうって言って検証するっていう感じなんですよ。だからもうスタートがそもそも違ってるから、うまくいくのが当たり前というふうになった場合には、うまくいくために、当たり前にするために何の準備が必要なんだろうって考えますから、
うまくいくかどうか分かんない不安ですって言うと、そもそも動かないじゃないですか多分。でうまくいくことはもちろん行った方がいいんだけれども、いやそのためにどういう努力しますかの方がむしろ大事で、不安がってるぐらいだったら不安を潰すだけの、じゃあ要因がネガティブの要因いっぱい出てきたら全部潰すだけの対策を取ればいいだけじゃないですか。で大体不安がってる人ってそもそも対策を立てて潰していこうっていうふうに思わないので、不安の要因を事細かく言える人がいないんですよ。大体マインドの話ですね、不安っていうと。え、じゃあ具体的に何が不安なんですかっていうと、いやーなんか私なんかみたいなものがやったらいいかどうかとかって、いやじゃあやんなきゃやったらいいんじゃないですかなんですよ、答え的には。だってお客様にサービスを提供するのに、私のような人間がそんなことをやったらなんかどう思われるかとか、いやいやその程度のサービスだったら提供しないでくださいっていう感じなんですよ。お金払う方からしたら迷惑っていう感じですよね。そんな風に不安に思われる人にサービス提供してほしくないっていう感じで、ちょっと辛口ですけどね。サービス提供していただくからにはもうこれすごくいいですって言って、どれどれなこういう方には絶対におすすめとか言われた方が安心して行けるじゃないですか。だけどこれ私的にはちょっと自信がないんですけど、まあうまくいくかどうかも分かんないんですけど、多分いいと思うんで使ってみてくれませんか、ちょっと私の技量足りてないんですけどね、なんてすっごい言い訳いっぱいたらたら言われてですね、それいいやってみませんかとか言われたら、いや全然買う気にならないですよね。だから不安がありますっていうのを口に出して言った瞬間に、お客様に対してそういうプレゼンテーションしてるのとほぼ変わんない状態になるんですよ。これちょっとね分かってほしいところなんですよね。だから不安を持つ必要がないということです。やりきるしかないからです。はい。だここにマインド転換すると、やりきるためにはという逆算の思考が働くので、うまくいっているえ、ね、それは私だって当然そんなふうに計算したって失敗することありますよ。そういう失敗っていう言葉は使わないんだけど、うまくいかないことはあります。 でも要因を必死に探します。うまくいかなかったのは何が悪かったんだろうとかね、まあそんなの特に楽器をやり始めてからなんて日常茶飯事で、毎回ライブのたびにうまくいって褒めてあげる点と反省点が必ず両方セットで出てきます。だけどライブに立つ瞬間、始まる瞬間の時には、今までやってきた中での最高のステージを皆さんに提供しようと思って全力で挑むんですよ。それでも指間違えたりとかですねそれでも音が出にくかったりとかっていうことに見舞われることがあるんですよ。そうすると世の中的には失敗ですよ。だけど私そのビデオを見て、ここでなんでこういう風になっちゃったんだろうとか、いろいろ要因はあるんですよ。ちょっとこうね、気合を入れすぎて食って口を噛んだから音が出なかったとか、自分で要因が分かんない時にはその動画を先生に見せて、ここでこういう音が出ちゃってる理由が自分で分かんないんですけど、先生ビデオ見てなんか気づきますかって言ってアドバイスをもらったら、次回そうならないような練習をして挑めばいいので、まあ当たり前ですけど、ライブパフォーマンスを増やせば増やすほど私上手くなってってます、サックスが。それは毎回反省するからです。でも反省だけじゃなくて、ちゃんと前より私これができるようになったっていう成果は必ず残してるので、だから不安はないですよね。もう頑張るだけっていう、本番は楽しむ、頑張るっていう、やっぱねそのあたりがうまくいく人といかない人の多分思考の大きな違いだと思うんですよね。私のクライアントさんにやっぱ自信がないっていう人がいたんだけれども、かつてね同じような話をして、いや自信がない先生から商品で買いますみたいな、サービスって買いますか、私だったら買いませんけどとかね、そんな話をするわけですよ。そうするとまず自信がない不安ですって言うのはやめようっていうことになりますよね。とはいえね、埋まったらいいと思うじゃないですか。でその時にはやっぱ仕込みをちゃんとしておいて、埋まるような段取りを取っておいて、それで告知すれば埋まるんですよ。で、この時もマインドが結構必要で、埋まるのが当たり前と思っています。
だから一生懸命集客しなきゃいけないっていうマインドでトライルすると、ポチ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 頑張って頑張って疲弊しながら告知して埋めていくことになるけど、私の場合には満席で行きたい、言った瞬間満席が当たり前にしたいんですよ、どちらかっていうとね。あのもちろん意図的に瞬間にならないような超高額のとか難しいのはポチポチでいいんですよ、全然。それはもう気持ちを切り分けてるからいいですけど、安くてこれぐらいの人数だったらすぐ埋まるよねっていう講座は満席が当たり前で、それも 何分で埋まるか何時間で埋まるかまで計算をして告知します。ということはその読みが正しいっていうことは、集めているお客様の属性と要望事項を自分がすごく把握してるっていうことになりますので、いつも答え合わせしてます。でこの精度が上がってくると、このイベントを立てたら埋まるよね何時間でとかが見えてくるようになるから、そこまで行くとお客様のことをとてもよく分かってる状態になっていくので、満席が当たり前っていう視点からすると、埋まんなかった時に告知タイミングが悪かったのか、文章のどっか書き方が悪かったのか、そもそも属性に対して反応しないイベント企画作っちゃったのかとか、反省点いろいろ出てくるんですよ、満席にならないっていうことに対して。だから埋めていかなくちゃじゃなくって、なぜすぐに満席にならなかったんだろうっていう観点から、集客動線とかページ作りとかを全部直していくっていうのが私の視点です。当然その視点は私が持っているから、クラウンドさんにも満席が当たり前ですよねっていう前提で、満席になるのが瞬時に満席になるようなマインドでやっておいてもらう。だからその段において不安とかってないんですよ、やるだけだから。だからそれを口にしている時点で、ネガティブな方向に結果を自分で自ら引き入れてしまっている可能性があるので、その感情はあまり持たない方がいいですね、基本的には。はい。なのでまとめると、不安という思考が不安を招くです。だから教師の先生にとって一番必要なマインドっていうのは、絶対にうまくいくという前提で考えることになります。はい。そうするだけでも結構準備ね、一生懸命頑張ろうとか、こういう準備しようとかって思うことによって、うまくいく確率が格段に上がります。劇的に成約率が変わったクライアントさんも見ているし、あの考え方一つで取り組み方が違うんですよ、やっぱり。うん。だからあのぜひね、そういう思いを持ってる方はここでそういった自分を断ち切って、満席マインドを持っていただくといいなというふうに思って、今日はお伝えしたいと思います。それでは。